お兄たんと姉たんは何の遊びに最近ハマってんの？なになに？お友達減っちゃう？僕は幼稚園では逆にいつも一人でいるからもう減る数なんかないんだよ。分母がゼロなら何にも怖くないの。だから僕はへっちゃらなんだよ。エーペックス？よくばあちゃんがやってるやつだ。ばあちゃんがよく隣のじさまと隣のばさまとなんかトリオを組んでよく一緒にビューンって言ってチャンピオンになってるのを僕はよく横で見るよ。それでしょ？エーペックス。すごいね、じさま、隣のじさまが強くて、いっぱいいっぱいキル取ってるよ。あ、ロリオカニャンかわいすぎ、結婚しようって。これはシオンちゃんだね。シオンちゃんは、隣の隣の組に住んでるロリだよ。そう。シオンちゃんだ。でも個人的には、しおんちゃんには今日の僕の配信は見て欲しくなかったと正直思ってます。だってここにしおんちゃんが来ると思ってなかったから恥ずかしい気持ちで本当はいっぱいです。本当はね、本当の僕の心の奥底の話をすると本当はこのホロライブのみんなには見てほしくないっていうのが本音の本音です。今日はこの配信に来る前までもうすっごくすっごく胃が痛くてたまらなかったっていうのが本音です。だってこんなにいっぱいの人が来るなんて思わなかったんだもん。まさかこんなことになるとは思わなかったんだよ。ふぶきちゃんと仲いいの。ふぶきちゃんとも仲いいです。ふぶきちゃんは、なんか、僕と会うと鼻息が荒くなる姉たんです。なんか、ふぶきの姉たんは、僕の頭の匂いをよく噛んでくる姉たんだよ。なんか今日も僕がここで配信するよって言ったら姉たんめっちゃこう元気になってた。すっごいすっごい喜んでました。そうなんです。まあ喜んでくれるというのは嬉しいけどね。うん、スバルちゃん好き？スバルちゃんは好き。好きだけど、多分普通の友達とはまた違うような気がする。俗に言う、悪友みたいなやつな気がするな、スバルちゃんって。悪友ってやつです。何をもって悪友なのかわかんないけど、多分そういう感じ。でも、僕がなんかやらかそうとすると、スバルちゃんはやめとけってよく注意をしてくるんだよ。まあやめないんだけどね。そう。A ちゃん知ってる？ A ちゃん知ってる？ A ちゃんは、お胸があんまり足りてない人だよね、確か。僕の認識が間違ってなければ、A ちゃんはお胸がちょっぴりだけ足りてない人だったような気がします。そう。でも、A ちゃんのお姉ちゃんも僕は大好きです。別にそこが足りてないからといって、そこで人を判断するのはちょっとまた違う話だと思うので。僕なんかやらかしてなかった？え？返して？僕なんか取ったの？僕が最後に人から取ったのはスバルちゃんのサンドイッチぐらいだと思ってたけど。え？あれれ？